はい、どうも、社畜と申します。さあ、動物の森 E プラスを20年ぶりに遊んでいきたいと思います。さあ、やっていきましょうか。さあ、見知らぬ猫、すんません、ちょっといい？今って2016年の2月21日の午前5時2分で合ってる？いや、全然違うよ。全然違えよ。え、待って、これか。操作の仕方忘れたな。違うの？ちょっと教えてくれる？今はな、さあバッチリや、ありがとう、ちょこっと訳ありでね、やばすぎでしょ。いやー、だけど昔のさ、見知らぬ猫って可愛いね。うん、どうぞ、どうぞでいい、これ。はい、どうぞ、座っていいで。ただここに関してはさ、今の飛び盛りとかとあんま変わらないよね。うん、ところでさ、君なんて名前？ふーん、社畜さん、面白い名前だね。あはは、舐めてんのか。舐めてんのか、見知らぬ猫。社畜って名前気に入ってるの？あー、なるほどね。ここの選択肢によって変わるのか。かっこいい名前だろ。ごめんごめん、変じゃないよ。男の子にはぴったりな名前だよ。かっこいいかっこいい。なんじゃこりゃ。つうてもさ、ところでさ、これからどこへ行くの？てか、かぶり場かわいくね、後ろにいる。かぶり場ちゃん、久しぶり見たね。さあ、行き先を決めてね。あー、どうしようかな、これ。村の名前って、別に俺そんなこだわりないんだよね。社長ここ村に行くんだ。うん、そうやで。そこってさ、英語で書くとどんな風なの？何これ。めんどくせえな。あ、はい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 、これでいいでしょ。はい、ハロー、シー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 ってところだね。いや、全然違うよ。まあいいわ。シャチホコ村なら知ってるよ。いいところだよね。それでシャチホコ村に何しに行くの？これさ、最初の選択肢で確か顔変わったよね。あー、どうしようかな。まあ普通に素直に答えとこうか。うん、素直に答えとこうぜ。まだ決まってない。もうほっといて。まだ決まってないんでしょ。うそー、決まってないの？それじゃあまず住むとこを見つけなきゃ。そうだよ、ほんと。ピッポン。そうだ、社長ホコ村でお店をやってる知り合いがいるから聞いてみてあげるよ。出たー、タヌキチ。出たー。もうここからなんかうさんくさいんだよな、ほんと。この頃から繋がってたのか。ピッポパッポパッパッポ。もしもーし、オレオレ、オレオレ詐欺か。その子の名前、社畜さん。うん、そう。ねえ、なんとかならない？あ、ほんと？うん。うん、なるほど。わかった、伝えとく。うん、オッケー。また連絡するよ。じゃあね、バイバイ。へえ。まあ、この頃からね、たぬきちと見知らぬ猫って関わりがあったんだな。まあ、友達なのかどうかわからないけどさ。そしてさ、ペタペタ言うの可愛くね、これ、歩くたびに。お待たせ。なんかね、ちょうど新しいお家があるんだって。建てたのはいいんだけど、買い手が見つからないらしいんだ。早く売っちゃいたいから値段は負けとくって言ってたよ。これ肝心してくれないかな。お金は持ってるんでしょ。やばい、ちょっと俺からぼったくる気か。少しだけなら。そうか、ちょっと心細いかもね。でも大丈夫だよ、なんとかなるって。まあ家買うって相当だぞ。金は天下の回り物って言うしね。お金なんかすぐに貯まるからさ。やばいね。あ、もうそろそろ社長小村に到着するみたいだよ。なんか詐欺師みたいなこと言ってるから大丈夫？見知らんのよ、こう。心配になってくるわ。アンズルより、ウムガヤ、何これ。アンズルより、ウムガヤスシ。だからね、頑張ってよ、知るか。ほんじゃま、機会があったらまた会おうね。ああ、バイバイ。これさ、今ゲームキューブでやってるんだけど、これメモリーカードさ、2つ挿したら、それぞれの村にこれ遊びに行くことでできるんだっけ。おお、まあ普通の顔やな。社長ホコ村、社長ホコ村です。社長ホコ村へようこそ、ウッキー。さあ、来ましたね。ちょっとちょっと、そこの人。お、やってきた。なんかすごい、顔がのっぺりしてるね。あなたが引っ越してきた社畜さんだもん。さっき電話で聞いたもん。ふう、間に合ってよかっただもん。僕はこの村でお店をやってる種吉って言うんだもん。これからごひいきしてたんだもん。それにしても、住むところも決めないで引っ越してきちゃうなんて、思いっきり笑っちゃうんだもん。あー、くしゃみ出た。笑うな。あはは、ごめんごめん。でもでも安心して。小さいけどすぐに住めるお家があるだなも。今から案内するからついてくるだ、来るんだも。めっちゃ言いにくいな。さあ、 E プラスはね、飛び盛りと違って最初から家の位置が決められてるんですよね。これ実は僕もね、20年ぶりなんであんまり覚えてないところがあるんですけど、まあまあね、楽しんでいければなと思います。これこれ、ここにあるお家がおすすめだなも。この中から好きなお家を選んでね。お家の中に入ってみても構わないんだもん。鍵はついてないんだな、もう。やばくない？それ大丈夫か？窃盗に合いそうなんだけど。はい、ということで、
まあここでいいんじゃない。まあどこでもいいしね。なんかもうよーく見てみてね。ちょっと狭いけど。はい、廊下。まあどこも変わらないと思うけどね。さあ、まあ普通ですね。まあ普通ですねと。どうどう、気に入った？ここに決めちゃう？うん、気に入ったわ。本当にここでいいんだもん。うん、ここがいいね。はい、決まり。今からそのお家は社畜さんのものだなもん。お部屋にあったラジカセやなんか引っ越し祝いのサービスだもん。さてと、一通りお家の説明をするからよく聞いてほしいだもん。ご覧の通りお部屋はガランとしていて家具なんかないんだもん。必要なものは自分で揃えてもらわないと、もらわないとだもん。ちょ待って、言いにくすぎでしょこれ。ダナモじゃないのこの時代。ダモンになってるよね。そこまで面倒見れないもんね。自分のお部屋には自由に物を置いていいけど、他人の部屋のものを勝手に動かしちゃダメだもん。それ無理じゃない？できないでしょ？ですよね。動かせないよね。まあちょっといじるくらいならわからないかも。それやばすぎでしょ。やばいな。犯罪者の匂いがするんだけど、タヌキチから。他の人のお部屋に入っても、てか入ってどんなお部屋か見せてもらうのもインテリアの研究には大切なんだのも。それから、ドアの横にある変なのは、留守番ハニヤ君って言うんだもん。だよね、これ。ハニヤの正式名称って留守番ハニヤ君だもんね。社畜さんが留守の時に誰かお客さんが来たら、このハニヤ君が相手をしてくれるんだもん。へぇ、万能やな。伝言を覚えさせておいたら、社畜さんがいない時に遊んでいる人に、決めといた時間が来たら伝えてくれるし、品物を預けておいたら、お客さんにあげちゃったり売っちゃったりできるんだもん。それでね、よく聞いて、ゲーム終わる時は必ずハニヤ君に話すんだもん。その日にやったことを全部まとめて記録してくれるんだもん。ああ、そうそう、いちいちね、これ、セーブしないといけないんだよね、ハニヤ君と喋って。これを忘れてさよならしちゃうと、何もかも全てが水の泡なんだもん。そう、どこでもね、これセーブできないのが結構辛いんだよね。うん。それですよ、本当に。なんか不安、もう一回聞いとく。いやー、特にないかな。まあ、別にいいよ。まあ、どっちにしても、そのうち分かってくるだもん。お家の代金、19,800ベル。安くね？約2万ベルって安すぎでしょ。はい、これ渡そうか。少ないね、本当に。ちょ待って、マイク切れたわ。はい、確かに。って、全然足りない。たったの1000ベルしか持ってないの。やばい。悪い顔してんな、タヌキチ。足りなさすぎて笑っちゃうよ。めっちゃ笑ってるやん。お金を払えない人にお家は売れないんだもん。まあ、そりゃそうやろうな。だけどさ、ローン組むのが普通じゃないの。家ってそもそも。一括で払う人ってそんないないと思うよ。とは言うものの、住むところは必要なんだなも。マンションとかでいいよ、全然。賃貸とかで。それじゃあ、こうするんだも。うちのお店でアルバイトして払ってもらうんだもなも。ちょ、待って、言いにくすぎない？これ、だなもみたいな。そうしよう、そうしよう、決まりなんだなも。それじゃあ、後でお店の方に来てほしいんだも。お店の場所は1丁目2番地。ああ、なんかこの時ね、番地とか決まってたもんね、確か。懐かしいな。はい、まあ、そういったところでやってきますか。うん。いや、懐かしいね。そして、うちの村の地形はどんな地形になってるんや、これ。これさ、地図ってどこで見るんだっけ？あ、B ボタンでダッシュか。さあ、マップ見ようぜ。ほうほうほう、うちの村のマップはね、こうなってるみたい。うん。願いの泉、あ、こんなんあったね、なんか。交番も最初からあるもんね、博物館もあって。で、まあ、ここには崖がありますということで、まあ、ここ池ですね。へえ、まあまあまあ、別にさ、地形的に悪くないよね、これ。ほら、見て。家で、ここお店でしょ？で、まあ、ここゴミ捨て場があって、郵便局があって、まあ、ここら辺に博物館とかあったらよかったんだけど、交番とか。まあまあ、別に悪くないんじゃない？そして誰が住んでるかな？どんぐり。博士、勧誘、パーチク。お、パーチク？ダリー、シドニー。お、シドニー。懐かしいな。はい、まあ、そういったところでやっていきますか。いやー、久しぶりにやるな。動物森 E プラス。20年ぶりやな。いや、20年ぶりに起動したらさ、マジで。ね。いろいろ記憶が曖昧だ。てかさ、なんかこういうのもあったよね。これなんで遊ぶんだっけ。おら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 、あー。出た。てか店のところ行く。店左にあったよね、これ。確か。さあ、左の方やな。ちょ、上の方行くか。いやー、懐かしいね。まさかさ、このタイミングで E プラスを起動することになると思いませんでしたね。てか、マップさ、見れないの辛いな、これ。うん、マップさ、いつも見れるのに慣れてるから、めっちゃ使いにくいね。ちょ、マップ見れないよね、これ、どうにかして。ちょ、忘れた。これ？あー、ちゃうわ。マップ見れないね、やっぱ。マップ見れないのはさ、結構不便だぜ、これ。どこだ？たぬきち。あー、ここだ。地下。地下。はい、やってきました。やっと来たね。遅かったじゃない。うるせえ。来ないのかと思った。いや、まだ2分ぐらいしか経ってないでしょ。それじゃあ、まずはこの洋服に着替えるんだなも。お、
なんかもらったね、言うなれば作業着っていうやつだな。もう着替え終わったら行ってね。はい、着替え終わったよ。まだ着替えてない。Iボタン押すと持ち物らを見られるから、洋服を掴んで自分の体のところに持っていって A ボタンを押して着替えるんだな。もうめんどくさいな。やっぱ着替えないといけないのか。これで OK？ うわー、なんかダセーダセー。うんうん、ちゃんと着替えたね。それじゃあお家の代金の残り18,800ベル分働いてもらうんだな。もうまず最初は花の種と木の苗をお店の周りに植えてきてほしいんだ。もうお店の周りが殺風景でちょっと寂しいんだ。もうもう了解、俺に任しとけ。俺が植えてやるよ。任しとけ任しとけ。とりあえずどこに植える？ここら辺でいいんじゃない？とりあえずここら辺に植えとくか。とりあえず植えとく。うわ、めっちゃある。めっちゃあるんだけど。待って、地面に植えるって、だって、ああ、ここ植えられないの？ここ植えられる。あ、植えられた。すごい。ちょ、ここら辺に植えとこうぜ。ほら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 。全部これ赤いチューリップじゃ、あ、ちゃうわ。いろいろあるね。だから昔のさ、やっぱ動物の森って今と全然違うよね、うん、やっぱ花とかもさ全然違う気がする。まあ確かに種類はさ一緒なんだけど、ね、若干なんか色彩が違うよね。わかる、この気持ち。木の苗っていらないな、普通の木は。めんどくさいね。まあ、とりあえずここら辺に植えとくか。これ確かさ隣に植えたら育たない気がする。確か合ってるよね、それで。はい。まあ、普通の木とかさ、正直いらないよね。あ、めっちゃ振動来る。みんなには分からないかもしれないけど、めっちゃ振動来るんだけど。ああ、ゲームキューブって確か振動ありだったもんね、そういえば。懐かしいわ。どうも。ちゃんと綺麗に植えてきた？なんかちょっと心配だけど、社畜さんのセンスを信じるんだな、もう。今の働きっぷりは80ベルぐらいだ。もう、ふざけんな。ふざけんじゃねえぞ、マジで。めっちゃさ、ぼったくられてんだけど。さて、次は何をしてもらおうかな。さすがにさ、80ベルはないよね。800ぐらい欲しいわ。ちょっと待てよ。社畜さんは社長小村に引っ越してきたばっかりだけど、社長小村の人たちにちゃんとご挨拶したんだ、もう。いや、してないね、まだ。ちょっとだけ休憩時間をあげるからみんなにご挨拶してくるといいんだな。も村長さんにもご挨拶するのを忘れないでね。ああ、ことぶきのじいちゃんだもんね、今回の村長。願いネズミあたりでお散歩してると思うんだな。もそれじゃあ行ってらっしゃい。了解。じゃあ行ってこうぜ。行こう行こう。さあ行くとするか。さあマップちょっとね、もう一回見ようか。どこにおる？あ、二人横におるね。で、下にパーチク、ドングリ、1,2,3,4,5,6,6人か、最初、初期住民。了解。まあ、とりあえず、ことぶきのじいちゃんのところ行く先。で、ここ、ゴミ捨てバスね。てか、広くね？改めて見ると。改めて見ると、めちゃくちゃ広いよね、これ。あ、桃じゃん、桃。あ、俺のさ、村の特産物、桃なんだね。へぇ。桃ですね。よいしょ。さあ、ここはなんだっけ？あ、郵便局か。郵便局で。で、こっちはなんだっけ？虫処理の秘訣。泣くのやめたらじーっとじーっとほとぼりが冷めるまで。かわいいね。この時点で確かさ、獣道とか作れなかったよね。確か。お！いるんじゃない？さあ、いきなり家に虫入っていく強盗かな？おお！あれ？なんで君がそこにいるの？クキュ！僕の記憶が確かなら君とは初対面なはずなんだけど。え？社畜くん。挨拶に来たんだ。クキュ。ふふ。礼儀正しいな、社畜くんは。僕はどんぐり。上品な社交術なら僕も負けないよ。クキュ。よろしく、社畜くん。いや、こちらこそよろしくな。うん。まあ、これから長い付き合いになるかもしれないから、よろしく頼むぜ。俺が飽きたらね、終わりだと思うんだけどさ。頑張って飽きないようにするから。お！来たね！あ！お前さん何者じゃ？尊敬する人物を名乗れ。おじいちゃんや！わしか、わしのことか。若いのになかなか見る目があるの。
お前さん名前は？社畜か。いいな。じゃわしの名はことぶけ。この社畜保護村の村長じゃ。とりあえず記念日やイベントがある日はわしのとこに来るといい。そうなんだよ、動物の森ってね、なんかそういうイベントがあったらことぶきのじいちゃんに話すとね、いろいろもらうことができるんですよね。きっと頼りになるぞ、フェ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 。ということでことぶきのじいちゃんに話したから、とりあえずこれで終わりやな。あとは住民たちと話すだけ。おい、合併じゃん、懐かしいね。なんだおめえ、洒落た帽子かぶってんな。そりゃヘルメットか。ふざけんな、しばくぞ。この頃から煽り体勢高いね、合併。まあ男には触れられたくない過去が一つや二つあるってもんだよ。うん、そっか、おめえ社畜って言うのか。おら合併だ、ただの船渡しだ。でもただの男には用はねえだ。おめえも島を変えるぐらいビッグになって出直してくるだな。あー、あれだよね、確かゲームボーイアドバンスとなんかケーブルみたいなのが確か必要だったよね、島に行くには。そう、この時代はね、そういうのが必要なんですよ。結構めんどくさいよね。はい、っていうことで、まあ、住民たちと話しているんだけど、まだ1匹としか話してないよね。そう、これさ、地図見れないのつらいよね。これ地図見れないよね。ちょっとなんかないかな、ボタン。あー、くそ、地図見れないな。地図見れないのが正直ね、かなりつらい。あー、出たー、ここ。ここね、スコップで掘りたいな。確かね、ここ掘るとお金が出るんですよ。うん、はい、っていうことで、ちょっと上の方行く？まだ1匹としか話してないからね。さあ、おお、いるいるいる。なり、おうおうおう、おめえ初めて会ったやつだな。何うろうろしやがるんだ、おめえ。うわ、ブヒー。はじめまして、社畜です。ごめんなさいって、おめえ。いや、悪い悪い、マジでビビらせちまったか。冗談冗談。俺はダリーだ。よろしくな、ブヒー。口癖がマジでブヒブヒ言ってて笑うんだけど。この時代のさ、どうもりって割と個性的だよね。口癖がかなりね、個性的な気がしますね。で、隣になんかいる。あ、シドニー、こんにちは。確かね、俺が20年前にどうもりをやった時も、確かシドニーさんいた気がするんだよね。こんにちは、私はシドニーと申します。よかったら私お友達になってくれませんか？いいよ。ありがとう、社畜さん。私を見かけたら話しかけてくださいね。うん、積極的に話しかけるわ。いやー、ブーケちゃんとか人兵欲しいな、やっぱ。うん、あ、またサッカーボールある。ちょ、蹴りたくなるよね、こんなんあったら。おらーめっちゃ面白い。で、あと何人いたっけ、うちの住民。3人ぐらいいたよね。どこら辺にいるんだろう。そう、これさ、マップ見れないからマジでめんどくさいよな。で、ここには橋がかかっていると。さあ、こっちの方行く。てかさ、村めっちゃ広いよね。なんか飛び盛りよりさ、体感的に俺広く感じるんだけど、みんなどう思う？広いよね。お、いるね。よう、つば九郎。よう、つば九郎、久しぶりじゃん、パーチク。あら、誰かと思えば。って、誰だっけ？そう、オタク、社畜ちゃんって言うのね。私は社畜、よろしくね。社畜？私は社畜ってどういうことや？ちょっとよくわからんかった。オウムちゃんかな？お、いるね。さあ、残り3匹と話さないといけないんだけど、どこにいるんだろう。ちょっとマップ見に行くか。さあ、マップを見に行きましょう。そう、残り3匹がさ、なかなかいないんだよね。チュ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 ー。待って、こっち、あ、行き過ぎか。これさ、自分がさ、どこ走ってるか分からなくなるよね。さあ、駅前戻ろうぜ、駅前。よいしょ。で、こいつらとは喋ったんだよね、多分。あ、ここか、博士と勧誘やなと。泉の横に多分ね、2人の家があると思うので、そちらの方にね、行ってみたいと思います。さあ、もうちょい下やな。これさ、結構迷うよね。ちょっと待てよ、これ大丈夫？ああ、合ってるか。で、この横に多分ね、家があるはずなんだよ。さあ、博士の家。さあ、しっかりそう、しっかりとバチコリで挨拶していきましょうか。よう、博士。いや、やばい、見た目が。うそ、こんにちは。あれ、お前誰だって。 R 社畜、知らないぞ。勝手に上がり込んできてずうずしいやつだな、お前。オイラの部屋で変なことしないでくれよ。まあ別にいいけど、オイラは博士よろしくな。あ、こちらこそよろしく。てか、めっちゃ化石あるな。家の中が化石だらけなんだけど。あ、これでラストやな。
カンユ、こんにちは。あれ、あんた初めて会う人じゃん。あたいはカンユって言うんだ。可愛い名前でしょ。ですわ。なんていうか社長小村のマドンナって感じよね。え、あ、そっか、あんた社畜って言うんだ。よろしくね、社畜ちゃん。いえいえ、こちらこそよろしく。いやー、やっぱりね、住民と話すの楽しいよね。道盛りの醍醐味っていうのはやっぱ住民と話せるところだと思うんですよ。やっぱ住民と話せるっていうのは非常にでかいですね。はい、ということでやっていきたいんだけど、待って、木がさ、めっちゃあるねこれうちの村木が多すぎないか。で、戻ってきた。ちょっと待ってよ、セーブさしといて。さあ、記録しとこうぜ、記録。さあ、たぬきちんところ行くか。さあ、これでね、多分うちの村の住民と全員と喋れたんじゃないかな。よう、ちゃんとご挨拶してきた？早く社長小村に溶け込むためにみんなと仲良くしないとね。さてと、次は何をしてもらおうかな。え、まだあんの？それでは家具の配達をお願いするだも。やっとお店のアルバイトらしくなってきただも。この家具を2丁目1番地のダリーさんに届けてほしいんだも。ダリーか、どこに誰がいるかまだ覚えてないな。途中で道草食わないでね、ちゃっちゃと言ってくるだなも。それじゃあ届けてきたら声をかけてね。了解、めんどくせえなはい、ということで今日はキレがいいのでこの辺りで終わっていきたいと思います。まだチャンネル登録お済みでない方がおられましたら、ぜひね、チャンネル登録してくれ。じゃあな、みんな、バイバイ。